みんな元気ほーい、ぜお兄さんも元気イエーイ。寂しい。はい、というわけで今日はご覧の通り他の J がいませんで、僕一人で、やらせていただきます。ギターもない、歌も歌わない。では何をするのかというと、今日はですね朗読をちょっとやってみたいと思います。というのはですね、僕は上の息子の小学校に読み聞かせのボランティアに行ってるんですね。でそこで、まあ、いろんな本を読むんですけど、ちょっと面白いなと思う題材というか読み物がありまして、落語絵本っていうシリーズがあって、結構内容はね落語だからちょっと難しいのかなって思ったりもしたんですけど、いや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 、子供たちもですね朝からお腹を抱えて笑ってしまうという内容でして、なのでね今ちょっとねこういう時期ですんで、ちょっと皆さんにもそういう楽しいねお話を聞いて少しでも楽しくなってくれたら、嬉しいなと思って、今日こういう、読み聞かせを、朗読をしようと思っております。題名がですね平林、こういう、題名の落語を読むことにします。ではよろしくお願いします。平林。あるお店のご主人が座敷で手紙を書いています。手紙を書き終えて筆を置きました。これゴンスケ、ゴンスケはいないか。へい、ちょっとこっちへ来て中に入りなさい。ご主人に言われてゴンスケが座敷の中に入ってきました。何がご用ですか。な、手紙をちょっと届けてきてもらいたいんじゃ。へっ、わかりました。どこへ行きやすかな。平川町の平林さんだ。そうかね。わかってるのか。わかってる、平川町の平林さんだね。で、何しに行きやす。ご主人はがっかりして手に持った手紙を畳に落としそうになりました。手紙を届けるんじゃ。そうだった、どうやって行けばいいんです。表の道を東に向かってまっすぐ行くと橋がある。その橋を渡って左へ入ったところが平川町だ。そのあたりで誰かに平林さんのことを尋ねたらすぐにわかる。ご主人は行き先を説明しながら心配でなりません。ああそうかね、わかりました。それではちょっと行ってきてくれるか。これがその手紙だ。確かに受け取りました。で、どこ行きやす。だから平川町の平林さん。そうだった、で、何しに行く。だから手紙を届けるの、今渡したろ。忘れておりやした、手紙だ。それで、どこ行きやす。ゴンスケは初めて用事を聞いたように聞きます。もう、平川町の平林さん、何しに行く。だから手紙を届けるんじゃ、何回言わせるんだ。そうだった、で、その方のうちはどこにあるんでやす。怒りたい気持ちをご主人はぐっと抑えて説明します。表の道を東に向かってまっすぐ行くと橋がある。その橋を渡って左へ入ったところが平川町だ。うんうん、なるほど。ゴンスケはしきりにうなずいていますが、ご主人は気が気ではありません。じゃあ行ってまいりやす。ね、どこ行ってきますか。だからもう何度言わせるんだ、平川町の平林さん。ご主人の声がだんだん大きくなってきました。しょうがないな、お前は。ほら、物忘れ名人。うん、胸を張ってゴンスケが言いました。そんなこと威張って言えることじゃないだろ。忘れる忘れると思うから忘れるんじゃ。覚えていよう覚えていようと思ったら忘れることはないもんだぞ。ダメだダメだ、ほら覚えていようと思ったら、ほら忘れた。呆れたやつだな。手紙を貸してごらん。この手紙にな、ちゃんと平林様と書いてあるだろ。これを見ながら言っといて。ダメだ、ほら自慢じゃねえかな。字が読めねえ、また変な自慢する。しかし弱ったな、しょうがないから口の中で平林さん平林さんと言いながら言っといて。なるほど、わかりやした。それじゃあ平林さん平林さんと言いながら行きやすか。それなら忘れることはないだろう。さあ早く言っといて。ご主人はやれやれと思いました。では平林さん行ってまいります。平林さん、ほら草履を履く平林さん、外へ出る平林さん、
おお、ありがてえや。平林さん、平林さんと言いながら行けば忘れることはねえな。平林だ、平林。ゴンスケはようやく表へ出て行きました。ゴンスケは歌うようにブツブツ言いながら通りを歩いています。物珍しそうにゴンスケはキョロキョロと辺りを見回しています。あー、綺麗な女の平林さんだ。こちらはおばあちゃんの平林さんだ。おお、犬の平林さん来たぞ。おいでおいで。平林だ平林。おお、子供の平林だ。平林だ平林。その時、男の人がゴンスケの肩に勢いよくぶつかりました。なあ、いって。おいってえな。肩を押さえてゴンスケが言いました。おお、この辺におさんまさんはないか。おさんまさんは。え、なんでやつ平林さん。違うよ、おさんまさんだよ。子供が生まれそうなんだよ。え、知らない？こいつは大変だ大変だ大変だ。そう言うと男の人は走って行ってしまいました。ゴンスケは腹が立ってなりません。人にぶつかっておいて謝らないなんてひでえやつだ。ちくしょう、うん、大変だ大変だだと。男の人の言った言葉を口に出して言うとゴンスケは再び歩き始めました。けれどもすぐに足を止めました。あれ、大変だ大変だ大変だ、これは大変だ。ほら、忘れたぞ。ゴンスケは男の人にぶつかった時に平林さんの名前をふっと忘れてしまったのです。大変だ、やっぱり俺は物忘れ名人だ。おっと、感心してる場合じゃないぞ。手紙を見ても字が読めないし、誰かに聞いてみるかな。お、あっちからひげを生やした偉そうな人が来たぞ。ちょっと物を伺いてんでございますが。顔中ヒゲだらけの男の人がゴンスケの前で立ち止まりました。おお、何か用か。何か用だ。なんだお前は。ヒゲの男の人がゴンスケを見て怖い顔をしました。ちょっくら教えてくれ、この手紙は何と書いてありやすか。お前は字が読めないのか。ええ、今日は読まない。変なやつだな、この字か。こりゃ平に林、平林と読むんだな。ありがとうございました。平林ですか。ヒゲの男の人は咳払いをすると大股で歩いていきました。そうか、平林か。平林だ平林。でもなんとなく違うみたいだな。ゴンスケは少し心配になりました。他の人にも聞いてみるかな。お、ちょっと伺いますが。何ですか。今度はひょろひょろと痩せた男の人です。この字、平林と読むのかね。どれどれ、平たいの平、下が森林の林、これはヒラリンですな。ヒラリンですか、ありがとうございました。お礼を言うゴンスケにはお構いなしに痩せた男の人はさっさと行ってしまいました。ヒラリンか、ヒラリンだ、ヒラリン、ヒラリン、ヒラ、ヒラリン。これもなんとなく違うぞ。そこに杖をついたおじいさんが通りかかりました。ゴンスケはおじいさんを呼び止めました。ちょっと物を伺いますが。はいはい。これはなんて読むのかね。平林か、ヒラリンか。おじいさんはゴンスケの差し出した手紙をじっと見ています。ほう、平林にヒラリン。こういうものはな、書いてある通りに読まなくてはいけませんぞ。おじいさんは手紙の字を杖の先で地面に大きく書くと説明を始めました。いいですか、上から1、8、10、それに材木の木という字がこれ2つ並んでおります。ですから上から読むと1、8、10の木、木とこう読むんですな。あ、1、8、10の木々ですか、ありがとうございました。はいはい、よく勉強しなさいよ。おじいさんは満足そうにうなずくと言ってしまいました。1、8、10の木々、いやこれも違うみたいだぞ。ゴンスケはもう頭の中がごちゃごちゃになってしまいました。弱ったな、読み方が3つもあるぞ、どれが合ってんのかな。よし、大きな声で怒鳴ってやれ、きっと本人が呼び止めてくれるぞ。さあゴンスケは手紙を高く差し上げて辺り構わず叫び出しました。
うおーい、平林かヒラリンか、180のモクモク、平林かヒラリンか、180のモクモク。いつの間にかゴンスケはご主人の家の前に戻ってきてしまいました。表の騒ぎにご主人が家の外に出てきました。見ると男が手に持った手紙をひらひらさせてしきりに何かを叫んでいます。変な奴が叫びながらこっちへやってくるぞ。何やら手紙を持ってるようだな。ああ、ゴンスケじゃないか。あいつ何をしてるんだ。こら、こら、なんだお前は、こら。ご主人は、ゴンスケはご主人の顔を見ても叫ぶのをやめません。へへへへ、平林かヒラリンか、180のモクモク。ご主人がゴンスケを睨みつけていました。ゴンスケ、行く道を間違えたのか。いいや、聞く人を間違えた。お後がよろしいようで、ありがとうございました。すいません、途中ちょっと噛んだりしたんですけど、はい、というわけでいかがだったでしょうか。またね、もしあのこういうね、あの面白い題材がありましたら、たまに、読んでいこうかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。歌の動画もよろしくお願いいたします。では、バイバイ。